どうも、トマッピです。どうも、安岡です。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日やっていくのはマジック・ザ・ギャザリングスタンダード対戦、赤黒ドラゴン対白青黒ミッドレンジやっていきます。まあ、今回ラクドットマッピーは使うね、ラクドットドラゴンですが、こちらはもう最新セットで出たタリキールへの進行、これやばいね。そう、2マナ2点すごい、ね、ドラゴンした分だけさらにダメージが入る、めっちゃ強い。で裏5点与えると裏になって44ドラゴンになるという、押してる場でさらに押す要素になるってことだもんね。そう、除去で出しながら、ね、まあそれが結構ね、これが入ってからいろんなドラゴンデッキが出てきたんですけど、うん、まあそのうちの結構赤黒はまあ結構ポピュラーなデッキで、まあ、ドラゴンって言いつつなぜかアトラクターも天使まで入ってて、ね、ドラゴンデッキといえばヤソがね、やっぱプロツアー優勝してるしね、うん、ヤソがなんかドラゴンデッキ使うのかなと思いきや、はい、僕が今回使いますということだよね、はい、で今回僕が使うこのエスパーミッドレンジですが、うん、まあ、エスパーミッドレンジのね、いつもラフィーニが入ってるデッキを思い浮かべますが、今回はかなり違っていて、白青黒、青黒といえばヤソみたいなところあるからね、うん、まあ、そっちが優先されたのかなっていう、まあ、ちょっと今回はクロックパーミッションっぽく、まあ、構えながら動いていって、うん、まあ、新しく出たフェアリーの黒幕とか、まあ、その辺が高橋優太、はい、まあ、瞬速で動いていくデッキになっています。はい、はい、ということで本当に新しいカードがちゃんと入ってるスタンダード同士の対戦ですね、はい、やっていきますか。いきましょう。じゃあ一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。なんかエスパーの有利そうだけど案外弱は結構腐ったりもするから、なんか瞬速で動いてくるのとさ、うん、カウンターがぶっ刺さりそうだよね。マナが立てられて、まあ、ただドラゴン重い、重いけど着地しちゃったら一点きついから、いや、切り崩しいっぱい引いたりとか、その辺しちゃうと。ドラゴンの弱点は重いなんだよな。まあ重い強いだからね。重い強い。まあドラゴン、重い方がいいよ。5、4。それしてもヤソ先行取れないの最近。そうね、前回から引き続き。やばくない？まあまあいいでしょうね。ここで負けることでキープします、はい、大会で勝てるから。確かに。終わり、黒赤緑ちゃんと、はい、あんまりなんか意味のない土地に、はい、鏡割りの偶話、はい、どうぞ。通った、大体通り、終わりです。はい、あれに除去切らされるのはやだよね、かなり屈辱的だね。これの発表終わり。はい、止めます。あら、それも強いよな。前捨てるか、うん、トラクサ捨てたかった。トラクサ捨てて剣ギミック燃え立つ空厚し、はい、どうぞ。終わり。あ、3になって裏がやった。はい、タルキーレの進行、どうぞ。それ見せなくていいんだけどな、うん、はい、これそっちに、はい、ここに置くの、ここに、それとこ置くので、ここ乗ってると、はい、攻撃、はい、どうぞ。これは、はい、これに殴るっていうの、そう、うん、はい、進行に、はい、俺です。センターに、はい、どうぞ。この白の兵士でしょ。はい、強襲、強い、2ドロー、2ドロー、はい、軽い、軽い、軽い気がするけど、と白いからね、青マナかかっちゃうのがね、悲しい。まあ、それはね、やっきり悲しい。はい、どうぞ。じゃあ、キャプチャーします。はい、じゃあ、戦います。はい、3点そうします。17、ワンドローして裏を上げます。全員プライチ、全員プライチ、強い。受教打っちゃおう。はい、どうぞ。ダッププロダック、これに、はい、通った。ドラゴン出た、はい、いけんじゃねこれ。
44飛行トランプル、あなたがコントロールしているドラゴン一体が攻撃するたび2点、はい、1つ対象して2点、はい、アツシ、あ、ダメだはい、どうぞ、いいや、はい、いや、アツシ、はい、どうぞ、これ、正面、はい、2枚追放、はい、宝物トークン3つ、いらないな、2枚追放、はい、お、そっち置けた、はい、終わり、はい、次のターンまで、はい、次のターン終了します、はい、終了します、はい、強い、強くはない程よく強い、白はどいて手札いっぱいある、終わり、ドロー、よし、ボーナス受けるうち置くぞ、うん、ダック、はい、どうぞ、対象これとこれ2点、あなたがコントロールしているドラゴンに攻撃するたび1つを対象、はいはいはい、ドロー、はい、プラスチカンドを打ってます、うん、出しました、8点守るんだ、それを、はい、勝った、12、マイナス、次でもいいから、あ、そこそこそこ、はい、どうぞ、これは、遠くなった、はい、終わり、追放します、ライバース。ライバース。はい。各ターンに墓地からドラゴンクリーチャーを唱えてもよい。はい。じゃあ、巡視唱えます。アツシ。アツシ。巡視じゃないよ、これ。アツシだ。アツシ唱えて、これは死んだら追放が続ける。ちょっと待って、ちょっと待って。スタックで。はい。カウンターか。ちょっと待って。カウンターが引けるかも。そうね。まあ、別にカウンターする必要性もないんじゃないよ。はい、どうぞ、はい、これ、はい、死亡して2枚追放は、はい、はい、出します、はい、終わり、はい、パス、距離いっぱいだか結局はない、うん、これは殴るか、あ、通そう、関係ないし、なんかあるだろ、はい、ウォールから殴ってるんですよ、なんで通るのか、バンドルします、通ったじゃん、通ったね、そういうこと、何があるんやこれ、終わり、ラフでそんなことしてこないと思うまあそう、セットしてドラゴン出せるけど、出したらもう片方死ぬから微妙だね、まああんま意味ないよ、ね、2体で殴ってもな、ブロックしとけばよかったら、こうやってやられてもいい、はい、入った、はい、終わり、エンドイン、エンドイン、はい、強っ、でかっ、
このカードとこのカードの相性の良さよ、はいね、さらに2ドロー4枚目やば、フェアリーのクロマ、いやーえぐいね、アドバンテージすごいね、はい、お互いワンドロー、はい、で、あいつそっちは2枚目のカード引いたんでワンドローします。すごいコンボだ、すごいコンボだ、じゃあ取っちゃいます、分かりやすいよね、はい、ロアンと強っ、マジ強っ、全員アタックします、今の平感上4点、はい、弾けた、弾けた、何点、6、9、11点かな、結構少ないな、手が多すぎても無理な感じがしてますね、3マナ、はい、気づきます、はい、プラスでドロー、はい、強っ、エンドでフェイトアウトしました、アンタップドロー終わりです、じゃあエンドでフェアリーの黒幕出します、はい、すごいすごいすごい、ルアンでお互いワンドロー、はい、ドロー、で、2枚引いたんで、両方とも9発して、はい、2枚引きます、強っ、気持ちいいね、このカード強すぎる、うおぉ、うん、もう決まってるね、はい、試合になる投了だね、はい、はい、ありがとうございました、やります、ライフマイナス10ぐらい、昔ラクドスドラゴンってあったんだけど、アブザンアグロの時にさ、なんか使って大会出て、うん、はい、メインからサイドボード入れてアブザンアグロ強すぎて、うん、コラガンとかいいときに、そう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 、アブザンアグロガンメタしていったのに、うん、結果6-3ぐらいかな、9回も当たった、やっぱりすごいね、9回は、うん、アブザンアグロだらけになったね、ラウンドがそうそう、まあでもそれでもね、6-3してるから、まあそんなもんじゃない、でも6-3ぐらいだったらなんかアブザンアグロ使って出てもさ、ミラーで6-3ぐらいできそうな気がするそれ言ったらおしまいよ、強いやつは黙ってアブザンアグロ使って実力系白みたいなとこあったかな、あの実力系になるか怪しいけどね、うん、確かにシンプルすぎる、あ、じゃあ先行、はい、先行で回ったらまあ勝てないから、キープします、はい、どうぞ、終わり、サビレタハマ終わり、これいいよなかなか、1点くらいながら出した、はい、どうぞ、終わり、はい、ストーブ、終わり、タック、はい、相手上がった、やだな、またロランでコンボ決められた、いや、見た目でマジは怖いな、16、はい、取りまーす、バーフェイザーとしてはいい、ゴー、はい、今ちょっと怪しい、なんだなんだ、ハイドラ、3-3、いやー、やばい、はい、飛行、9点、飛行9点、終わり、マグルしかない、カイトフェードアウトしてるし、まずいな、速攻デック、やばい、本命の発表がトランプあるからね、なかなかいいの、ね、ないわ、飛行速攻デックだ、どうだ、白フレット、うわー強っ、とプラス、はい、1枚引いて終わり、受けられる、今受けあったら受けれるよ、これは受けられるよ、それは前に読んだから、あ、そうか、受け、まあ受けれなくはないけど、2体、2体がかりで受けれる、まあそれサクってくれない、普通に動く人とされると思う、場が持たない、これシュオルドレッド受けれるな、受けれる、アルキールか、受けるか関係ないやつで、はい、2体殴ってこれ取っとけばいいか、相打ちになっちゃうね、はい、ハイドラ、はい、あ、上からクラゴンハイドラ、アタック2体本体でいい、本体でいい、はい、4、ダブルドレッドじゃ距離よな、
いやー来るだろう。来るよね。やだよね。どっちでも、どちらでも。そっちが引いた時はルーズライフ。いやいや。回復。そう、あ、そうそう、2点入ってみよう。入れてない。はい。倒すか。はい。終わり。4じゃないからね。マイナス8。まずいね。そんなに、なんかやつやつ閉じくられないだろう。そうだね。止まらんね。はい、ということで今回の結果は1対1引き分け。いや、思ったよりダブルフォーサーじゃない、飛行軍隊に。なんかでも、ちょっと紛れ感はあるよね。こんな、結構綺麗に殴り回りしたって感じで。まあ、振りそうな感じもするけど、盤面うまく並んじゃえば、さばき力がそんなないから、うん、やっぱこっちの受験は結構切り崩しだから、うん、ちょっと遅れるとね、ドラゴンに触れなかったりとか。まあ、後手番と召集ツドロとはちょっと打ちづらいよね。確かに。相手とか取っちゃうと場の空気なくなっちゃうから。テンポ悪いからね。そう。いやしかしアトラクサーはどこでも絡んでくるな。まあみんな、まあ、使いたいってあるよね。うん。なんかしかもバトル入ってたからさ、もらえるカードも増えてるから。確かに。そう。アトラクサーで5枚ドローとかしたいからみたいな。ドラゴンデッキだけどなんかリアニー要素もあるし、アトラクサーも素で出ちゃうから、なんか昔の。赤黒ドラゴンと似て非なるものだ。全然違う。全然違う、ね。いやもう最近の大体そうで、なんかいろいろギミックが入ってたりとか。カードが強すぎるしな、なんかアドモトレーション。いやーなんかでもこの3年間とかでもなんか最もデッキがなんかお利口さんっていうかそんな感じがするね最近の。まあマナベースがすごい強いのと、まあ偶話があるから宝物も出やすくてとか、まあ、色が足しやすいとか、まあできることはすごい多いよね。偶話が一人お利口さんすぎるな。まあそれはある。うん、なんかそういらなかったら捨てればいいじゃんっていうのがあるから。あとなんだっけ、婚姻の、あ、婚礼の発表、婚礼の発表とかね。まあ婚礼とかまあ普通に強いカードかなって気はするけど、うん、まあいいカードだと思います。はい、そんな感じでやってきました。スタンダード対戦いかがでしょうか。今後もいろんなマジックの対戦やってきますので、ぜひぜひご注目ください。チャンネル登録、動画の評価お願いします。イエスさんのツイッター、ツイッチもチェック、応援お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。